便りするんですね。どうしよう。あ、ちょっとすいません。ちょっと、いや、ごめんなさい。はい。あ、そうなんですか。レビュー書くだけで。あ、なんか恥ずかしいな。あ、でも、じゃあ、お願いします。あ、ありがとうございます。あ、かかっとで、はい。レビューでそんな半額まで行くんですね。嬉しいな。長いやつじゃないですよね。あ、全然、星つけるだけなら全然楽です。うわ、嬉しいな。あとさん、ごめんなさい。なんか安く切らしてもらってごめんなさい。はい。前髪は目にかかる、かからないぐらいで、耳は出ないぐらい。で、上軽くしてほしいです。はい。あ、いや、大学生です。そう、一人暮らしです。今4年生ですね。そうですね、卒業ですね。もうすぐというか、まあそうですね、やり残したこと、まああればあるしなきゃないぐらいというか、そうですね、今濁す言い方しちゃいましたね。はい、そうですね、なんか良くなかったと思います。はいそうですね、はい、人としてそう、芯がないのかもしれないですね。すみません、はい。そうですね、はい。あ、家は近いですよ。アパートです、はい。あと、6階建てです、はい。の1階ですね、はい。そうですね、虫出ますね、はい。今、そうですね、1階ならではやと思います、はい。そうっすね、まあ月2匹ぐらいとかなのかな、もしかしたら。そう、嫌ではありますね。そうです、もちろん。どんぐらい嫌やろ、ちょっとわかんないですけど。そうっすね、今言語化をサボりましたね。そうっすね、ごめんなさい。そうっす、僕そういうところあるかもしれないです、はい。そうっすね、弱いところだったと思います、はい、僕自身、はい。そうっす、直していこうっていう、そうですね、気持ちに慣れてなかったんですけど、はい、直していきます、はい。あ、サークルはいや、あのね、去年辞めちゃって、はい、そして途中で、はい、いや、辞めた理由というか、いや、そんな大したあれじゃないんですけど、あ、いや、お金とかじゃなくて、あ、いや、あの、別にそんなだるいとかでもなくて、いや、バイトが忙しいとかでも、あ、いや、言いたくないというか、言いたくない、そうですね、一方的に壁作ってますね、僕、ごめんなさい。そうですね、自分を守るためだけの壁ですね、そうです、無様やったと思います、ごめんなさい。はい、ま、その通りです。もっと心を開けばやめんでもよかったんかもなって今、そうです、言われて思いました。良くないところが全部、そうです、人間関係です、そうです、トラブルでやめました、はい。会長と揉めて、はい、そうですね、怒られましたね、僕結構。そうですね、僕からは別に怒ってないですね。そうです、だからもちろん僕が悪いです、そのパターンは。そうです、僕のミスです、反省はしてます。でもそうですね、生き方は変えてないですね。そうですね、だから芯まで来てないかもしれないですね、心の。そうですね、僕が悪いです。そうですね、会長はそうですね、優しい人です、温厚な、はい、穏やか系で、はい、怒らせました、はい。そうですね、やっぱ僕が悪いですね、そうってことは。そうです、はい、はい、ごめんなさい、はい、ごめんなさい。そうですね、謝る人は間違えてますね、ごめんなさい。あ、ごめんなさいが今のが違うんですよね、なるほど、勉強になります、はい、なるほど、はい。いや、どうやろ、今学校とかですれ違ったとして挨拶とかしないと思います、はい、頭も下げないでしょうね、はい、向こうもそうだと思います、はい、目は合えば合いますね、はい、目合ったとしたらそうですね、気まずいとかじゃないですか。どのぐらいの気まずさかはちょっとわからん、言語がサボりました、ごめんなさい。はい、はい、あ、そうです、目合うは合うと思いますけど、はい、
あと二重ですね、あの人。はい、睨まれたこともあります。はい、睨んでる時も二重でした。はい、そして睨んでない時も二重でした。はい、一重の時なかったですね。はい、やから二重です。はい、あ、ごめんなさい、今偉そうでしたか、ごめんなさい。はい、ごめんなさい、そういうとこだと思います。はい、最後に二人で会ったの1年ぐらい前ですね。はい、飯食べました。あ、二人ちゃうな、5人ぐらい。はい、そうですね、嘘つきましたね、二人ちゃうから甘いところが出ましたね、自分に対して。はい、中華屋さんでした。定食です、コースじゃなくて。酢豚とかやと思います。そうですね、覚えてない僕が悪いですね。はい、はい、はい、そうですね、はい、美味しかったと思います。はい、曖昧に言い方しました、ごめんなさい。はい、逃げる癖がついてます、ごめんなさい。はい、そうですね、見にくいと思いますね、自分でも。はい、そうですね、良くないとか言うより悪いですよね。はい、そうです。で、都合のいい言葉を選んで逃げてます。はい、自分に向き合うことが怖いです。はい、そうですね、こうやって言うことでまた逃げてますね。はい、そうですね、はい、今は早く帰りたいです。はい、はい、あ、終わりました。 ありがとうございます。あー、めっちゃいいっすね。いや、だいたいオーダー通りというか。はい、 ありがとうございます。ありがとうございました。よいしょ。あ、すみません、ちょっとレビューだけ。星、むずいな。技術5、人1。技術5、人1、技術5、人1。これ足して割って3とかはないねん、これ。1か5。難しい。いや、しゃあない。あ、ごめんなさい、やっぱりあのアンケートを決めづらいんで、ちょっとあの、普通に払います。そうですね、そういうところありますね、僕。曖昧なところ。見たのか。見たなら見てけよ。ショッピー